どうも、ともハッピーです。動画を見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。この間、カード屋やりますって言ったじゃないですか。はい。動画でね、結構反響をいただいて、カードゲーム業界が盛り上がるようなこう貢献をしていくからこそ、僕がこれまでなんか応援してもらえてたよねっていうたくさんの人をね。はい、ということで今日の動画は、ともっぴがいる新カード屋の店名発表をいきます。カード屋の名前発表ですか？発表します。おー、いつ決まったかっていうと1ヶ月以上前決まったな。あ、結構前なんですね。この動画収録日からだから、公開日からしたらもうちょっと1ヶ月半ぐらい前に決まってたっていう感じで、はい、ちなみに僕はこの新カード屋に向けてね、あ、それも動画にしようかな。うん、また後もしよう。もうたくさん会議してるんですよ、実は。新しくカード屋始める前にたくさん会議してて、それはいいとして、カード屋の名前をね、はい、決めましたと。それ発表しますと、はい、でその前に、最終選考に残った、名前をね、採用になったやつプラス他3種類、4種類あったんだよね。4種類のうち、はい、決まったやつを最後に発表しようかなっていう。まずボツから簡単に話していこうかなっていう。でこれどんなカード屋かっていうと、前の動画でも言ったんですけど、すごいたくさんのタイトルを扱う、まあ、総合点だよね。ハレルヤ時代狭く深くだったのに対して、今度は広く扱うと。じゃあ行きますか。ちなみにどんな名前だと思う？日本の大手さんとは多分ない総合点の名前、カード屋のなんてつける自分だったら、やっぱりこう広く取り扱うっていうところから、なんかいろいろイメージを持ってきてるような気がするので、何かこう広いところにかけてるのかなと。カードビッグとかじゃないですか。ビッグカード、なんかビッグマジックさんとかぶって怒られそうだな、ちょっと。まあでも合ってる。例えばだからカードオーシャンとかそういうことだよね。あ、そうですね。じゃあ第1の脱落ネーム発表します。はい。カードレインボー。カードレインボー、はい。いろいろ扱うから虹だよね、要は。はいはい。いろいろ扱うからカードレインボーっていう。まあこれね、名前つけるときに必ずしもそうじゃないんだけど、短くてね、キャッチーで被らない、これはカード屋さんと被らないじゃなくて、ツイッターとかで検索したときに被んない名前をつけるっていう。だからお客さんの口コミが分かるわけだよね、はい、あと口コミ書く側も短い方が書きやすいと、そういう名前をつけますと。でカードレインボーは分かりやすいんだけど、まあ、虹っていうのはなんかそのたまに見えて綺麗なもんで、なんかちょっとそのカードレインボーで8文字じゃんね、長いしちょっと抽象的かなと思って、はい、まあでもこれも結構いい候補として最後まで残りましたと。はい、次ね、トマッピーがやるカードやってことで、ハッピーカード秋葉原店っていう。ハッピーカードだとうさんくさいし長くなっちゃうから、ハッピーの韓国語がまあハピーなんだけど、はい、ヘピかな、まあ いや、ハッピーを短くしてハッピーカードみたいな。これはね、結構その票が入ったんだけど、まあでもなんかそのビッグなカード屋を目指してやるんだったら、トモハッピーが始めたとしても、そのトモハッピー依存であってほしくないかなっていうか、最初はメリットあるんだけど、後のデメリットにもなりうるし、僕は配信者としてこれからもこう元気よくやっていくわけだから、それが宣伝上のメリットになることもあるかもしれないけど、宣伝って別に動画で取り上げれば宣伝になると思うし、ただ僕がそのやっぱ明らかに悪いようなことじゃなくても、炎上とかでさ、そのお店に迷惑かかったら嫌だから、将来的に大展開してきているならあんま絡めない方がいいなってことで、まあハピカードはちょっとやめました。でもう一個がカード宝庫秋葉原店っていう名前で、これは一見すごいダサいんだけど、ダサいイコール親しまれる、覚えやすいっていう要素でもあって、トモハッピーっていう名前がそうなんだけど、鼻で笑われちゃうようなそのダサさと親しまれやすさ、はい、地方でさ、なんとか探検隊とかなんとか鑑定団っていうお店の名前あって、すごいなんかでも分かりやすいじゃんね、それってね。カード宝庫でそのカードがすごいなんかお宝がいろいろあるんだろうなっていう、もうカード宝庫秋葉原店、これはねいいと思ったんだよ。全国展開しようと思ってるんで、最も店舗数が多いカード屋を目指してるんですよね。たくさん店舗出してカード屋さん少ない町、ない町にもどんどん出していって、そういうモデルにしてさ、それで一番のこうカードショップになりたいわけなんですよ。でそのいっぱい店出していくことって単純に喜ばれるんで、それはもう経験してきたんで、周りのプレイ環境とかさ、お買い物あと買い取りの環境が良くなったらいいじゃないですか。
でそんな時にカード宝庫はなんか全国にあるイメージがしやすいよね。だけどなんかキャッチーさがちょっと足りないかなみたいな、個性がないなみたいな、誰がやってるとかどうやってるとかっていうのが十分伝わらなくてもそれっぽく溶け込んじゃう名前で、良くも悪くもこう人の感情に引っかからないなっていうか、なるほどね、無個性とか無機質みたいな、ちょっと味気ない感じなんですね。そう、自然すぎると。はい、はい、それでは発表します。新カードの名前は4文字です、僕とマッピーがやる新しいカード屋の名前、カードン秋葉原店です。よろしくお願いします。どうすか、聞いてみて。カードン、すごいなんかこう覚えやすい気はしますけど、意外とないですね、カードンっていう名前のお店が。まあ、カードにんつけただけなんだけど、まあ、短い4文字だし全く俺に紐付いてないし、カードンってなんかちょっとバカっぽくない、個性キャッチーさあると思う。キャラクターがいそうなイメージある。そう、キャラクターがいそうなイメージなの。キャラクターも出てくると思う。ロゴはまだ準備中なんですけど、まあ、言ったらカード界最大の恐竜みたいなイメージで、カードと恐竜のイメージ。あーで恐竜ってなんかあんまりないよね、恐竜モチーフのカード屋さんってね。はい、だから最大の店舗を目指してるんで、まあ例えばティラノサウルスみたいなこう最強の恐竜と掛け合わせたような、そういう感じしようかなみたいなキャラクターが出てきたりとかもありだし、でまあカードゲーム業界って言ったらやっぱ今一番勢いのあるポケモンカードゲームで、ポケモンカードゲームでもやっぱね活躍してる人気のポケモンリザードンっていうのもいるし、なんかこう業界の人にもマッチしやすい名前かなみたいな、覚えてもらいやすい名前かなと思って、はい、カードンのカタカナの4文字とかツイッターに書きやすいじゃないですかみんな。そうですね、まあ、これはいい意味でも悪い意味でもで、そのカードン接客良かったなとか、カードンで掘り出し物見つけたとか、店を話題にしてもらえるっていうのはさ、もちろん褒めのお言葉だったらめちゃめちゃね宣伝にもなるし、スタッフのモチベにもなるし、でマイナス面のこうありがたいお言葉だったらお店の成長につながるから、まあ、どっちもいいことなんですよね。やっぱりいっぱいこうその言葉をそのカード屋の名前読んでもらえて使ってもらえることが大事かなっていうことで、このカードンはなかなか上位オブ上位かなと思って、今ない名前で言ったら、でツイッターでカードンって入れても出てこないの。どうします、この動画を上げた後に生まれたらどうしますか、うん、いやそれはもうネタにするよ、動画のSEO 勝負だよそれはもう、まあ、とりあえずこっちはもう決めました、カードンでやりますと決めてる状態で、後かぶせしてきて、まあ、基本損だと思うんだよね。そのより大規模でやる大手資本だったらかもしれないけど、はい、それやる方が損するから、まあ、でもすでにないっていうところでね、はい、うちの方が元祖カードンだぜみたいな、そう出てきたら困っちゃうけど、まあ、そこは動画のネタにしてお高い宣伝になればいいんじゃないかななんて、ぬるいこと言ってるとそれやってくる人いたら困るから。でもいいですね、カードンっていう、だからこうキャッチーで、なんかこうキャラクター性もあって覚えやすい、すごい名前は大事にしてて、やっぱり長年やってくとかたくさんやってくってことを考えると名前は妥協できないですね。その最初バカにされるような名前がいいから、最初そのバカにしてくださいみんなカードンわらわらカードンとか草みたいな感じで、なんかそれは本当にもう喜んで言ってほしい。でね、あの多店舗展開を本当にすごい意識してて、今回カードン短いじゃんね、カードン秋葉原店とかさ、まあ例えばカードン武蔵小杉店とかさ、はい、長い地名、長い地名とも相性がいいんですよ、短いから。これ確かにカードンって、まあ、カタカナにするかアルファベットにするかちょっと迷ってるけど、カタカナ4文字カードンかアルファベット6文字カードン ON つけるだけね、カードンで、どっちにしろ下にこう店名入れるときに字面がいいんですよね、4文字か6文字だとっていうのを考えてて、これがトレカレインボー京都市場河原町店だったら結構長くて、なんか長いっすね、ツイッターでアカウント名がもう横はみ出て見えないぐらいあるかもしれないはい、そんな感じで熱心に考えて、結構ね自信の店名発表でした。最強の恐竜のようなカードを作っていきます。もう全国各地にね生息できるような、そういう力強い恐竜をね作っていきます。ということで、よかったら今後もトモハッピーの新しいカード屋ぜひご注目、ご声援よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録、動画の方もお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。